これは先輩が小学6年生の夏に体験した話。父の車に乗り、家族で田舎のおばあちゃんの家に帰省中、あと少しで着こうかというところで車が故障した。外はまだ明るかったので父がボンネットを開け、エンジン付近を調べていると、中から大量の髪の毛が出てきた。なんやこれは。と父がびっくりしていると、車を止めていた路肩の草むらの中から何かが聞こえる。家族のみんなが、えっと聞き耳を立てたそうです。その声は女の声で、髪を返せ、と言ったそうです。異変に気づいた父は、お前ら車乗っとけと怒鳴り、みんなは車内に逃げ込みました。その間、父は必死にエンジンルームにまとわりついた髪の毛を取り除いていました。髪を全部取り除くと、エンジンがかかったそうです。家族はその場を急いで立ち去りました。父が必死に髪の毛を取り除く間、先輩と母親は草むらから目がそらさなかったそうです。草むらからは2メートルはあろうかという女が現れ、髪の毛のないつるんとした形相で父を凝視していたそうです。女がゆっくり出てきて、父が運転席に乗り込む瞬間には父の真後ろに迫っていたそうです。エンジンのキーを回してアクセルを踏む頃には、前のめりに窓の外から車内を覗き込んでたそうです。